お迎えし、お祝いし、また礼拝できることを心からありがとうございます。神様がくださったあなたの素晴らしさは、昨日も今日も変わることなく私たちと共におられます。神様が今日も私たちの心を治め、私たちを喜びであふれさせてくださる礼拝の時となりますように、主よ、このひとときをあなたに導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様、あなたをお願いします。あなたに感謝を伝えます。イエスキリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。皆さん、こんばんは。説教の前に清しくの夜を、賛美するということなんですけれど、もし準備ができていたら前の方へ出てきてください。まあ、この礼拝はですね、1時間半あったら自由にプログラムできるだろうと思うんですけども、全部がぴっちりなんでですね、なかなか新しいことをするので難しいんですけれども、もし準備ができてたらすぐに、やりましょう。でもちょっと恥ずかしいようでしたらまた後ほど、やってもいいかな、かなりいいかな。はい、また準備しておいてください。皆さん、こんばんは。そしてメリークリスマス。一緒にクリスマスをお迎えできること、これから感謝したいと思います。今日はですね、私の妹の旦那さんも、参加してくださいましたし、あつこさんも忘年会明けですぐに駆けつけてくれましたし、また、南さんもですね、大学受験の真っ最中ですけれど、ここに駆けつけてくれる塾の会もねと思います。一緒にこのように、珍しい方も、また、ここに走って来てくださった方も、それぞれ本当に、主イエスキリストをお祝いできる、それを大きな喜びと思います。まあ、私、牧師の立場から言うと、クリスマスっていうのは何かそんな特別な感じがしないんですね。もう毎週がイースターであり、ペンテコステであり、毎週日曜日がクリスマス。まあ、しかしですね、世の中が最近は、まあ、最近というかもうだいぶ前からですけど、世の中の方が、クリスマスを、派手に祝ってくれる。まあ、銀座の飲み屋で飲み歩いたその帰り道、教会の前を通った人がこう言いました。おう、最近では教会でもクリスマスやんのか、おっちゃん。牧師さんに言いますのでね、まあ、こっちが本気で言うんですけど、まあ、言いたかったそうですけど、でも、それぐらい、世の中の方が熱心に、なんとですね、11月1日から、クリスマスツリーがイルミネーションが、輝き始める。そして25日にパッと消えるとですね、いきなり雰囲気が今度は仏教の方にシュッとしまして、そして新年になると神道、神社の方になると。まあ、日本人はですね、1億2500万800万がですね、2億以上が宗教人だという、まあ、いくつもの宗教を持っている人もいる。まあ、そういうですね、柔軟な国民なんでしょうか。でもその日本人が、もちろん宗教は悪くない、どれも素晴らしい、私はもっともっと仏教や、神道を勉強したい、そう思っておりますけれど、しかしそれは人生の哲学や、この人生をより良く生きていく、そういう教えではあるけれど、でも人を永遠に救う、死の力から救うことができる、そのお方はただ一人イエスキリストだ。聖書はそのように教えてくれます。私たちはそんな救い主がいるんだろうか。聖書はクリスマスこそその救い主が私たちの心に与えられたその時だ、そういうふうに語ります。何に失望したとしても、私たちが何にがっかりして、もう人生に希望がない、そういうような状況になっても、私たちはこのイエスキリストだけには希望を持つことができます。皆さん、どうぞ私たちの心が今日イエスキリストに対して開かれますように祝福いたします。クリスマスは神様がくださったプレゼントである、そう語るんですね。神様は私たちにプレゼントをくださった。今日は4つのポイントでお話しします。まず第1番目は、クリスマスのプレゼントの贈り主は誰か。聖書は神であると答えます。じゃあどういう神様なのか。800万の神々と書いて八百万の神々、まあ、山の神、川の神、いろんな神様がいる。でも
4つの領域で大きく分けるとです。まず第一に、神様は天地を創造された神様だ。唯一の神様だ。お父さんとお母さんが一人しかいないように、あなたもお父さん、 あなたも立派そうだからお父さん、神持ちのあなたもお父さん、そういうわけにいかないように、神が一人ですよ。そしてこの方は天地万物を作られた。6日間で世界を作られた。何で6日間なんでしょうね。まあ意味があります。今度お話ししたいと思いますが、そして6日目に私たち人類を作られた。その神様が私たちをに対してクリスマスプレゼントをくださった。もし私たちが何か物を買って壊れたら、そのメーカーや工場にその物を持っていきます。それと同じように、私たちがもし問題があったり、また病気があったり、心が痛んだならば、作られたお方、天神様のもとに私たちは立ち返りたいものです。2番目、神は全知全能なる神だって言うんですね。初めからおられ、永遠に存在し、全てを知ってどんなことでもできる。私たち人間はですね、途中から生まれ、また途中で死に、そしてごく一部しか知らず、どんなこともできません。でも私たちが弱くても神様が強い。だから大丈夫。皆さん、神様は羊飼いです。このお方をしっかりと見て、弱い羊でもですね、羊飼いが強ければ、その羊飼いはについていくだけで、その羊は迷うことがない、強くなることができる。なでしこジャパンのあの澤選手がチームメイトに話した、苦しくなったら私の背中を見なさい。チームメイトみんな澤選手の背中を見て、そして最後まで走り切ることができたように、神様は苦しくなったら私を見上げなさい、私から目を離さないでいなさい、永遠に変わることがない、全てを知ってどんなことでもできるお方に私たちの心の目を向けていきたいものです。3番目、神は義なるお方である。罪を決して許すことはできない。厳しいお方は見過ごすことはできない。私たちはですね、そういう厳しさを持っている人もいるでしょう。北朝鮮のあの第一書記様も、厳しい方です。ナンバー2を、とも簡単に粛清してしまう。でも人間の義っていうのはですね、不公平であり、いい加減です。自分の子供だとか自分の大切な人であれば、あんなことできなかったんです。皆さんもそうですよね。おそらく自分の子供が何か失敗しても、多少なら、まあ、お目に見てあげよう。しかしですね、自分にとって気に入らない人がやった場合はですね、途端に厳しくなる。でも神様の厳しさというのは、そういう厳しさじゃない。絶対に罪を一点も見逃すことができない、絶対に許すことができない義、正義。しかし同時に神様は4番目、愛です。神は義のゆえに罪を裁きますが、しかし愛のゆえに人を許したい、そういう方です。コインの裏表、義だから裁く、でも愛だから許したい。そこで神が自己矛盾になりました。精神分裂症になり、もう気が狂ってしまうような。しかし神は決断しました。義のゆえに私は一人もイエス・キリストを十字架につけて、人類の身代わりに罰を下す。罪の罰をキリストは十字架の上で受ける。そして信じる者をイエス・キリストを通して救おう、愛する、そういうふうに決められました。皆さん、これが神様の義と愛です。大きな第2番でいきます。なぜクリスマスプレゼントが贈られたか、まあ、今はもうすでに話しました。神の義と愛を一つにするためだ。裁きの義、そして許しの愛、それが一つになった。ある人はですね、キリスト教っていい加減だ、信じるだけでそんな生っちょろい宗教があるか。皆さん、聖書はこう言います。自分の行いぐらいで救われると思うなよ、そんな甘くないぞ。罪は神様から見たその罪の重さは、
あのキリストの十字架です。死んでお詫びしなければいけない。だから私たちには払えない負債が、だから神の名前で払ってくださった。だからそれがクリスマスに来られたイエス・キリストの十字架です。ヨハネの福音書3章17節にはこのように書いてあります。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。なんで神様は私たちの罪を語るんだ、許すために、裁くために来たんじゃないのに、なんであなたは罪人ですか、ですってこう言うんでしょうか。それは罪が分からなければ、私に救いが必要だということが分からない。人間は愚かな生き物である。まあ、先日までですね、リーガルハイ2という、ドラマを毎週楽しみに見ていました。堺雅人を演じる、コミカド弁護士がパートナーの真由美弁護士と共に難事件を解決していく、最後は死刑囚になるはずだったその女性を救う、敵だった、最大の敵だった、羽生弁護士検事はですね、いい人となって、自分は素晴らしい人だと酔いしれて、そしてコミカドに戦ってきました。最後この、コミカド弁護士がこの羽生をやっつけた一撃の言葉、まあ、皆さんも見た方もいるかもしれませんが、まあ、負けた羽生はですね、何が間違ってたって言うんだ、コミカドを超えました。君の間違ってないと思うところが間違ってるんだ、自分はいい人で人を救ってやろう、そういうところから降りてこい、みんな醜いんだ、お前も醜い一人なんだ、そして醜さを愛せと、まあ、そういうふうにこう言ったわけですけど、人の罪っていうのは自分の罪深さが分からないほどまで罪深い、まあ、ともするとですね、私たちは自分が間違っていると分からないほどまで罪深い、そんなところに陥ってしまうことがある。聖書は私たちに罪を教えるっていうのは、それだけ救いが必要だ、もし罪が分からなければそのまま通り過ぎてしまう、まあ、例えばですね、私たちが、まあ、罪に思っているっていう状態は、例えば毒蛇に噛まれたような状態、私が長野の山奥に、ある時散策に行った時にですね、近くにナムシがいました。毒蛇です。まあ、一歩間違ったらですね、足をかかれて、とんでもない腫れ上がったりですね、命の危険もあったかもしれない。まあ、その時にですね、まあ、近くの病院にはちゃんと血清が置かれているそうです。でも、まあ、仮に私が噛まれて、その病院に行ってもですね、お医者さんが今出てるんで、わかりませんね。血清がちゃんとあるのに、もしそれがわからなければ、その人は死んでしまいます。しかし血清があって、それを打つことになる、打つならば助かることができる。私たちはですね、罪を持っている、だから死ぬし滅されてしまう。でもイエス・キリストを受け入れるならば、その滅びから、その死から救われるんだ。誰が一体教えてくれるんでしょうか。聖書はこのお方だけが救い主だ、このお方以外に救いはない。ケニアの女性環境保護課のマンガリ・マータイさん、有名な方です。この女性が、まあ、2011年に亡くなっていますけど、もったいない、まあ、どこかの小さなもったいない、まあ、その言葉を聞いたのか、まあ、日本人が聞くもったいない、いい言葉だ、座右の銘にしたそうです、もったいない。でもマータイさんは本当のその意味はですね、ケニアの現地の聞くようで、このもったいないっていうのは聖なる木の下でっていう意味だそうです。もったいない、まあ、でもそれは十字架っていうことです。もったいない、十字架を知らなければもったいない、せっかくこのお方がいるから、ただ信じるだけで救われるのに、もしこのお方を知らないで
歩んでいたらもったいない。聖書はそう語ります。だから今日私たちは全員イエス様の救いが必要です。しかしそれを知らずにそのまんま過ぎてしまったらもったいない。受け入れなかったらもったいない。今日私たちはこのイエス様の十字架と復活が私のためであったと信じて受け取ってください。永遠の命を得るでしょう。しかしそれだけじゃありません。十字架の救いっていうのは来世だけではないんです。死んだ後だけではありません。現世も救うんです。過去も救います。私たちの生活のすべて、経済の問題、また健康の問題、人間関係の問題、あらゆる問題がこの十字架によって救われる。今日ドロドロとした私たちのその部分にイエス様は救いをもたらしてくださることを知ってください。あのクリスマスのあの日、ヨセフとマリアはイエス様を産むために故郷ベツレヘムに帰ってきた。そして宿屋に泊まろうとした。トン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 、どこの宿屋も今日は満室だ、泊まることができない、残念だね、満室なんだ。そう言ってイエス・キリストがとうとう生まれる時になった。いた場所は家畜小屋の会話桶でした。まあ、馬小屋だってよく言われますけどね、あの多分羊小屋だと思われます。その宿屋は満室だった。それはイエス様を止めることができない、そういう満帆の姿です。今日私たちがもし神様抜きでお腹いっぱい、神様を必要としない、そういう心の状態であるとしたら、私たちはその宿屋のようかもしれません。しかしイエス様はどこで生まれたんでしょうか。汚い汚れた不衛生なその馬小屋で、家畜小屋で生まれてくださった。この家畜小屋とは何でしょうか。私たちの汚い、誰にも見せたくない、そういう隠しておきたい心の内側、そういうところにイエス様は生まれてくださる。今日私たちもそのような心の中にイエス様をお迎えし、こんな汚いところにイエス様は来ていただいていいんでしょうか。そこに生まれる、あなたを愛している、そう言ってくださるイエス様、どうぞ私たちの心の中心に、汚れ切ったその場所にイエス様に来ていただきましょう。未来だけではなくて現在も過去も、私たちの人生は救われ幸せになり、そして私たちの人生は豊かになっていく。第3番目、このクリスマスプレゼントの送り先はどこでしょうか。聖書はクリスマスプレゼントが送られる先はこの世だって書いてあります。ヨハネの福音書3章16節という箇所を読んでいます。神は実にその一人子をお与えになったことに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さん、この世に与えられた。で、この世の中にはですね、私もあなたも全員入っているんです。だからこの世というところにどうか皆さんの、名前を入れて、一緒に読んでみましょうか。いいですか、2回ほどやってみます。まず1回目、神は実にその一人子をお与えになったことに、皆さんの名前を入れてください。神の名を清愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どこにあるか分からないですか、3章16節です。もう一回いきますね。いいですか、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人も、ちょっと待って、ごめんなさい、世をって言うと自分の名前でましたね。3、はい、神は実にその一人子をお与えになったほどに神の名を清愛された。皆さんの名前ですよ。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメン。皆さん、これがなんでこういうことをしたんでしょうか。そうじゃなかったらですね、私とこのことは関係ない、あんまり関係ない話を今されてるんじゃないか。何十年クリスチャンとして教会に来てたとしても、本当にこのことが私のためだったんだ、私のためにイエス様は来てくれて死んでくれたんだ、そう
感じられない人がいるものです。しかしそのプレゼントを私に与えてくださったそのことを今日もう一度改めて体験する時でありますよ。神様がそのプレゼントを受け取らせてくださる、私たちが受け取った時に何が与えられるか。まず第一に罪が許されます。罪が許されたら何が起こるでしょうか。まあ、罪が許されてない時はですね、不安になります。ある二人兄弟の子供のその弟の方が親の財布からお金を取って、そして遊んでいました。まあ、そこにこっそりとですね、そのお兄ちゃん見てたんですね。おいお前、さっき親の財布から金取ったら見てたぞ。まあ、言ってほしくなければ、黙っててほしければ、俺の手伝いをしよう。買い物行け、下がらない。そう、お兄ちゃん、絶対言わないでよ。まあ、しょうがないな。まあ、そういうふうにですね、でも、いつまで経っても、このお兄ちゃんは脅かしてくる。こんなお兄ちゃんに買い物されるぐらいだったら、もう、親に素直に謝った方がいい。ある日、親のところへ行きました。ごめんなさい。僕はお金を取ってたんだ。親は何て言ったんでしょうか。分かってたよ。知ってたよ。君がごめんなさいと言ってくるのを待ってたんだよ。そう言って許してくれました。まあ、そのことを知らないお兄さんはですね、また、おい、今度は俺の代わりにお米を買ってきてくれないか。やらだね。まあ、言ってもいいのかと。いいよ。まあ、許されてますからね。もう、騙されたり、脅かされたりすることはありません。皆さん、私たちもですね、罪を犯しているときに、私たちの良心や、私たちに悪魔が脅かしてきます。お前は罪人だ。ああいうことをした。捨てる乗車をした。まあ、そういうふうにこう訴えてくるものがいる。しかし、私たちは神様の前に、ただ取った取られたっていうのが罪じゃないですけれど、罪っていうのはもっと深いものですけど、神様ごめんなさい。私たちが神様の前に悔い改めるならば、神様はそれを待ってたよ。これを安心しなさい。あなたの罪は許された。完全に罪を許していただける。そしたらですね、もう私たちは弱みにつけ込まれたり、悪魔に脅かされたり、罪悪感で苦しむことはありません。今日イエス様を信じたら罪が許されます。2番目、神の子供とされる。まあ、私たちですね、自分の親の財産を相続できる。まあ、この国の法律は相続税がちょっと高いですけど、基本的に親が持っているものは全て子が相続できるものですよね。だから神の子だってことは、私たちは神様が持っているものを全部いただける。いや、なんてすごいんでしょうね。まあ、億万長者になるどころじゃない、王様になるどころじゃない、もっともっと全宇宙の王の王である、そのお方の全てをいただける。私たちは神の子供とされました。そして今日、このお父さんである神の前に大胆に進んでいくことができる。アメリカのホワイトハウスで小さな子供がですね、質問中に大統領の前にやってきた。まあ、ホワイトハウスってね、まあ、首相官邸みたいな場所ですけれど、まあ、SP が直ちに止める。この子供、そんなことをさせてはいけない、パッと止める。ところが大統領が言ったんです。いいんだよ、それは我が息子なんだ、おいで。そのようにしてですね、この子供は自由に大胆にそのホワイトハウスでお父さんのところへ行くことができた。皆さん、神様の前に私たちは自由に大胆に今日出ていくことができる。なぜなら子供だから。そして3番目、永遠の命が与えられた。これはですね、永遠に続く命ってだけじゃないんです。もし皆さんがですね、永遠の命って永遠に生きるとしたらどうでしょうか。中国の始皇帝は万里の長城を建て、永遠に生きたいと願って、国中の智者を集めて、そして永遠に生きようとしました。古
不老長寿の薬を捨てらせて、私は死にたくない、この富と権力を守っていきたい、そう始皇帝は思いました。しかしですね、不老長寿の薬ができるままなく亡くなってしまいました。永遠の命とは何でしょうか。私たちがずっと生き続けることができることでしょうか。まあ、お金持ちや勝者はいいかもしれません。でも多くの人は、私が永遠に生きるなんて嫌だよ、こんな苦しい人生をずっと生きるの、こんなの死んだ方がマシだ。だから皆さん違うんです。生物学的な命を、不主権と言います、ギリシャ語で。しかしもう一つ、神の命、永遠の命を造営と言います。それは質が違う、全く違う命、そういう永遠の命を持つってことなんです。クリスチャンは生物学的な命だけじゃなくて、もう一つの神の命、質が違う命を持っている。そして私たちは一度死ぬ、しかしその命が永遠にあります。私たちを復活させ、私たちを絶頂の喜びのその天国に入れてくださり、永遠に生きることができる。皆さん、今晩死んだとしても天国へ入れる。もう死は怖くないんです。もちろんこの世に未練があるでしょう。でももっともっといいところ、はるかにいいところに行けるんです。それが神がくださる命。もしそれをありがとうございます、ください、そう私たちが心を開く、願うことができるならば、そのプレゼントはあなたのもの、私のものです。プレゼントの送り先はあなただから、それを受け取る権利があるんです。そしてプレゼントを受け取った人に与えられたプレゼント、最後にこれは結論として第4番目としてお話しします。クリスマスのプレゼントを受け取った皆さん、心からおめでとうございます。一つ目の理由は、あなたが救われて永遠の命を持ったからです。しかしもう一つのプレゼントは、伝道するという偉大な使命が与えられています。それはってこう思う人いるかもしれません。でもこれほど使命のある、そんな働きはありません。猪瀬都知事が辞任されました。2月の、まあ、初旬ぐらいに、東京都知事選挙がまた、行われるでしょうね。あの宇都宮さん、そして、そのまんま東屋ですね、まあ、著名な方々が立候補されるでしょう。なんであんなに、あそこはですね、都議会なのか、裁判所なのかわからないようなですね、まあ、一歩間違えるとですね、恐ろしいです。そして苦労があります、お金もかかります。でもなんでそんな都知事なんかになりたいんだろうか。まあ、アメリカの大統領選挙もすごかったですね。1年をかけて、あのオバマ大統領、そして、まあ、自民党の安倍総裁もですね、総理大臣になるためにご苦労されました。そんな大変なことを、ね、皆さん わざわざそんな苦労をね、なんで買って出るんだろうか。それはそれだけ大きな使命があるからです。政治というのはこの世の、この現世の生活を変えることができます。しかしそういう偉大な使命を私たちはやりたい、どこか心の中にある、それをはるかに超える使命がある。それが伝道です。人々の永遠を変えることができる。皆さん、私たちクリスチャンがですね、天国へ行った時に、ある人は天国に、ある人は地獄に、その時にですね、君天クリスチャンになったの、僕に、私に何で伝道してくれなかったの、ひどいじゃないか、君だけ天国行くの、俺はこれから地獄だよと恨まれることがないように、私たちが伝道したら、その人は永遠に救われる。そしたら、あなたこそ永遠に私の恩人です、あなたによって私は天国へ来れました。皆さん、サタンは必死に阻止しています。伝道したって無駄だ、
そんな宗教を進めたって人は信じっこない、うさんくさいと思う。サタンはですね、この素晴らしいクリスマスのプレゼントをなんとか小さなもの、何でもない無意味なもの、価値がないものに聖書あります。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かである。しかし救いに預かる私たちには神の力だ。悪魔は人々の心に囁きます。イエス・キリストの十字架、そんなの愚かだ、なんだそれ、それよりもお金の方が、それよりも権力の方が、家を建てた方が、皆さんそう思われる、そう感じるだけです。本当はこれ以上に素晴らしいものはない。悪魔のプロパガンダ、悪魔のその語りに騙されてはいけません。今日私たちはイエス様こそ救い主、このお方以上に私たちに必要なものはない。皆さん今日もしあなたがイエス様を信じるなら、あなたが救われ、そしてあなたに伝道というプレゼントが与えられます。このクリスマス、伝道の最大のチャンスです。私たちは家族に友達にこのイエス様を伝える、教会にお誘いする、そういう、皆さんであるように祝福いたします。お願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい名を崇めます。神様がくださったイエス様の十字架救いを感謝し、一人一人がその救いを受け、その死の苦しみと問題と罪の問題から救われて、永遠の命を得、そして幸せなその人生を歩んでいくことができるように、神様、イエス様と出会うこの夕べでありますが、もう一度私たちが頭でだけしかこのイエス様を信じてない人がいたとしたら、イエス様をもう一度心の深い全人格的に出会うことができる、心を開いてイエス様を受け入れることができる、この人になります。イエス様、どうぞお一人お一人を祝福してくださいますよ。愛する主イエス様の名で感謝してお祈りいたします。アメン。今日皆さんの言葉で自己流でもいいです。お祈りしてください。私を救ってください。私の人生に導いてください。羊飼いとしてあなたについていきます。イエス様、私を助けてください。私たちはこのクリスマスに教会で主の前に祈る、そのような人になります。一緒に祈りたいと思います。お願いしましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたは私たちを救ってくださいました。私たちの人生を導いてくださいました。神様が与えてくださったその大きな喜びを、大きなニュースを私たちは先に知らされました。あのユダヤのベツレヘムで2013年前、誰人知れず馬小屋で生まれたイエス様、その出来事は瞬く間にイエス様が昇天した後に全ローマに、そして西洋ヨーロッパを経てこの日本にも伝わってきました。しかし私たちはただその回って伝えられてきたイエス様である、直接今このイエス様と出会ってこのお方の言葉に罪許され永遠の命を今日受け取ります。天のお父様、どうぞ一人一人を祝福し守ってくださいますように、この国の教育者たちを覚えてください。天のお父様、安倍総理大臣の奥さんはクリスチャンです。安倍首相も救われますように。こうした中にクリスチャンがたくさんいます。神様、どうぞ天皇陛下と皇后陛下を救ってくださいますように。天のお父様、こうした救いが入りますように。天のお父様、この国のリーダーたちを、経営者たちを、天のお父様、マスコミ関係者を、天のお父様、スポーツの、選手を、そして、どうぞ、神様、この国で働いて力になっている男性女性を、おじいちゃんおばあちゃん子供たちを、弱さを持っている方々を、悲しみを持っている方々を、思っている方々を、死にたいと思っている人たち、全ての人たちに、神様、あなたが今日くれてください。私たちを通してそのイエス様の愛が広がっていきますよ。神様、主をどうぞ助けてください。主をどうぞ働いてください。主をどうぞこの国にあなたの愛が満ち溢れるようにお願い申し上げます。天のお父様、ありがとうございます。主イエス様、ありがとうございます。主イエス様、ありがとうございます。クリスマスのプレゼントを心から感謝申し上げます。愛する主イエス様、どうぞ
一人一人全員が今日イエス様の愛喜びに満たされてこの場所を立ち上がって帰るのができるイエス様、どうぞお考えください。この場所がイエス様の出会いの場所になりますよ。目にも言いませんけど、あなたが今日永遠に私たちの心の中に住んでくださるその時となりますよ。イエス様お願いいたします。寒い最も忙しいこの季節です、この時期です。しかしその時にイエス様は来てください。私たちの心に入ってください。イエス様どうぞこの年もここまで守ってくださりありがとうございます。新しい年に向けてイエス様私たちを導いてくださいますように、一緒に礼拝できるところから感謝し、愛するイエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。一緒に神様に感謝の拍手をいただきたいと思います。アーメン。このピヨシこのように準備できてますか？これから今日やらない？どっちでもいいですよ。やりますか？ピヨシこのように、それでは皆さん喜びと感謝の心で勉強されていきましょう。今日はピヨシこのように一緒に歌いますけど、子供たち聖歌隊、クワイヤーが、誰かピアノ弾いてくれるって言ったら、私が好き、好きじゃなくて私のこっちさっていですので、きよしこの夜、子供たちに歌ってくれます。一緒にです皆さん、喜びを持って、仲間も一緒に歌ってください。そして、研究をされていきましょう。きよしこの夜ができたその日のことが、この集合の中に入ってます。後で見てください。